ジョーシリングは、アメリカ合衆国の男性キックボクサー、総合格闘家。オハイオ州デートン出身。ザヤード所属。現、WBC 無タイ世界ライトヘビー級王者。幼少期は問題ばかりを起こし、悩んだ挙句に、母親が連れて行った地元のキックボクシング教室で15歳の時無タイを始める。その後20歳の時に、 プロの無タイ選手として活動していくことを決め、オハイオ州からロサンゼルスへと生活の拠点を移す。アマチュアの戦歴は23戦して22勝1敗と、当時から他を寄せ付けず、10キロ以上も体重の重い選手と試合をこなすことも多々あった。実際に、プロのデビュー戦では、現在のスーパーミドル級よりも2つ階級が重い、クルーザー級で勝利をしている。 2010年9月に初のタイトルマターのアメリカチャンピオンとなる。その後、WBC ムエタイのスーパーミドル級、ライトヘビー級のアメリカタイトルを獲得し、2011年10月21日に、タイのガオグライゲーノラシンとの暫定王座決定戦で勝利し、現、WBC ムエタイの暫定世界、ライトヘビー級王者となった。 首相撲からの肘や膝の攻撃に長けており、個率80%を超えることや、本人の左腕に日本語で、モンスターとタトゥーが入っていることからコモンスターとも呼ばれている。プロボクシングの試合では2試合を行っており、デビュー戦では、アメリカ国内記録を塗り替える 1R5 秒での、子記録を所持している。日本では2009年9月20日に行われた、タイタンネオ6にて、 日本チャンピオンの松本奏明と対戦予定であったが、シリングが直前に右膝十字人体断裂という大怪我を負ったことにより中止になった経緯がある。その後、日本での試合は行われていない。ロサンゼルスでは本人も所属しているザヤードジムのオーナーでもあり、シリングのトレーナーである日系3世のマーク・小室と共同経営を行っている。それ以前は、 元 K1 ファイターの武蔵やボクシングの世界チャンピオン、薬師寺安英、畑山隆則なども合宿を行っていた、ロサンゼルスの今はなき、名門ボクシングジム LA ボクシングクラブに通っていた。2011年3月5日、アメリカ・ロサンゼルスで行われた、スタンダッププロモーションの興行にチェイズ・グリーンを破り、WBC 無タイスーパーミドル級アメリカを王座、獲得。 2011年8月20日、アメリカラスベガスで行われたバトルインザ・デザート3参戦。本来のスーパーミドル級から一つ階級を上げたライトヘビー級でブランドン・バンダと対戦し、WBC ムエタイライトヘビー級アメリカを王座獲得。2011年10月21日、M1 チーム、タイランド VS チームアメリカにて、 太陽国の顔グライゲーンのラシから1ラウンドに3回のダウンを奪うなどして、レフェリーストップの TKO 価値を収めゲ WBC 無タイの暫定世界ライトヘビー級、王座獲得。ありがとうございます。